大谷が理想として掲げるのは、率が残せる長距離打者だ。昨年、ヤンキースなど活躍した松井秀喜さんについて語った際に、打撃の理想像をこう口にした。タイプ的に僕より率も高いし、総合的に高い打者。目標にずっとしてきたし、そういう選手像の中で、なおかつホームランが多く打てるのが理想。嫌味かな？松井は率よりはよく言えばクラッチヒッター、悪く言えば打線こじき。松井、僕は中距離打者。なんだかんだ長距離打者としては大谷出てくるまでトップだったからな。メジャーではともかく、日本では間違いなくそういう打者だったしな。まあヤンスタホームの松井とアナハイムの大谷比較すること自体無意味やからな。3割なんていいから50本目指して。イチローさんの打撃は？嫌味か。大谷にも素材みたいなファンはいっぱいついてるけどな。松井はボールをほぼレベルスイングでしばき上げる典型的ラインドライブヒッター。大谷は今時のフライボールヒッター。スタイル全然違うし絶対嫌味だろ。嫌味とか言うけどだいぶ前の発言だからね。この時点で例えばグリフィージュニアが目標とか言ったらビッグマウスすぎやろってなる。大谷には、まだ日本人メジャーが達成してない、単一シーズン3割、30本、100打点を達成してほしい。松井はキャリアハイの2004年、打率が2厘足りなかった。これまた日本人メジャー未踏のオプス戦声も合わせて。その上、奪三振数や被打率トップを競うエースピッチャーなんだよな。大谷は松井よりもバリーボンズを参考にした方がいいと思う。松井はメジャーじゃ中距離バッターだったし、バットの振り方も全然違うと思う。バリーボンズのバットの振りはホームランバッターの完成形だと思う。ゴジラも成し得なかった。松井もすごかったけど大谷がもう超えている。